時は江戸時代。年貢の取り立てに行く役人はとある村を歩いていた。てめえ、なんだってこの地区は年貢を納めねえんだ。おいおい、みんな腹が膨れてるじゃねえか。年貢を納めねえでバクバク食ってるからだな。おいお前ら。なんで村人たちは次々と倒れ出した。そしてこれが地獄の始まりだった。そして時は1880年まで進む。医師である私、俊作は山梨県のとある村へ往診に来ていた。先生、私もう長くないですよね。すいません、お力になれず。でも本当に奇妙ですよね。村の貧困世帯がこぞって腹が膨れて倒れてしまい命を落とすなんて。しかも江戸時代から続いているんでしょ。やっぱり感染症とか寄生虫ですかね。しかし食生活に他の人はあまり共通項はなかったんだ。中さん、今痛む場所はどこかありますか？そうね、この辺りかしら。胸より少し下というか。彼女がかぶれた手で指し示す場所は肝臓だった。肝臓の病変か？そんな単純な話なのか？こら、ダメでしょ、蛍に触っちゃ。ホタルに触れたらあなたもお腹が膨れる病気になっちゃうわよ。ホタル、ああ、よくある迷信でしょ。ホタルは川辺とかにいるんで、子供を水に触れさせないようにするみたいな。いや、あり得る。水に何かしらの問題があり、それによって村人が苦しんでいるのであれば。俊作さん、ですが水質調査では問題なかったとの報告でしたけど。じゃあありえんか。なら解剖しかない。亡くなった遺体でもいい、とにかく体の状態を見なければ。我を失った私はついそんなことを口にした。いやいやいや、無理ですって。そんなの本人も遺族も許してくれませんよ。あの、それなら私の体使ってください。さすがに最後を迎えた後になりますけど。息も絶え絶えの状態で中さんはそう言った。え、いいんですか？ええ、その代わり私の願いを聞いてください。この村を救ってください。必ず救ってください。彼女はそう言って息を引き取った。それから数日後、57名の医師の見守りのもと彼女の解剖が始まった。それでは始めます。彼女の、そして村の未来のためにも。メス。そして我々はとんでもないものを目にした。これは俊作さん、僕の仮説は正しかったみたいですね。彼女は肝臓のあたりに痛みを感じていた。そしてその肝臓には大量の卵のようなものがついていた。寄生虫だ。彼女の、村人たちのあの病の原因は寄生虫だったんだ。そして今回の手術以外にも罹患者の検便などを念入りに行い、謎の病の正体が寄生虫であるという発表を学会の場で行った。というわけで山梨の謎の奇病の正体は寄生虫であることが。はぁ、あ、寄生虫ねえ、馬鹿げてるな。フィクションの世界だ。症例データも少なすぎる。こんなので論文などと言われたら笑えるな。そんなデータを見てください。新しいものを人は時についていけず小馬鹿にすることもある。私の研究は受け入れられなかった。同じ医師の発言とは思えませんね。まあいい、私たちはできることを続ける。ただそれだけだ。できることですか？え？じゃあ私にもできることをさせてください。な、
あなたは藤郎先生。アフリカで寄生虫の研究をしていた。すごい人じゃないですか。藤郎先生のような方に力になってもらえれば百人力です。どうかお願いします。そして後日藤郎は我々の研究室へやってきた。これは何かわかりましたか。ええ、思ったより厄介です。よく見てください。この卵、何かここからわかることが。蓋がないんです、この卵。この特徴はアフリカで見ました。これは間違いなく充血吸虫です。感染経路不明で人の体を蝕む最悪の寄生虫です。肝臓や静脈に住みつき食い荒らす悪魔のような虫なんです。なるほど。では手の打ちようがないと。くそー、せめて生きた検体が手に入れば。生きた検体なら彼女しかないな。ウジロウが見せてきたのは一匹の猫だった。どこの猫ですか。村から連れてきました。解剖対象は何も人間の遺体だけじゃない。感染している生き物であれば切って開く必要があります。マジで。そして後日再び有識者が集まる場で私は発表を行った。よって充血吸虫によってあの村では病が蔓延しているのです。また病ごと。病ごとではありません。合計32匹の充血吸虫が村に住む猫から検出されました。このことから寄生虫の存在は明らかです。32匹。なるほど。ここまでのデータなら確かに認めざるを得ない。しかし感染対策についてできることは何なのでしょうか。痛いところを疲れた。どうされますか。水を沸かして消毒をすれば。ではやってみればいい。それで村人たちが救われれば君たちの働き考察を本物だと認めよう。ただその医師の言う通り、水を沸かし消毒したところで新たな罹患者の数は変わらなかった。万事休すですかね。いえ、まだ何かを見落としている。いえ、いてぇいてぇ。やっぱ田んぼの後は肌がかぶれていてぇな。何なんだろうなこれ。そういう村人の足は真っ赤に腫れていた。あの色は、まさか寄生虫の感染経路は口じゃなくて。って、藤郎先生、何してるんですか。藤郎は俺が止める間もなく裸足で田んぼに入っていった。仮説検証だ。私の仮説が正しければ、私は後日感染して倒れる。そして藤郎の言う通り、後日藤郎は腹痛を訴えベッドで寝込んだ。計算通り。体張りすぎでしょう。ですが藤郎先生、藤郎先生の努力は無駄じゃありませんよ。間違いありません。この充血吸虫は人間の口から入ってくるのではなく、こいつらは人の傷口から侵入する経皮感染です。これでまた一歩進んだな。ただまだわからないことがあった。それは寄生虫とネズミを同じ水槽に入れ、ネズミの感染を待つ実験だった。俊作先生、全然感染しないですね。この寄生虫の抗体があるというわけでもないしな。そのことなんだが、また一つ仮説がある。藤郎さん、もう体はいいんですか。ああ、別にこの寄生虫の致死率は 100% じゃない。迅速な対応でなんとかなった。そして彼らはおそらくこの形態じゃ寄生がしにくいのだ。この人間の推測は大当たりだ。俺、寄生虫の体はこの時点で第一形態。そして寄生するには第二形態まで成長しなければいけない。そのために俺は中間宿主という形でこの貝の中で暮らしていた。
あとちょっとでかくなれば人間の体で快適な暮らしが送れるぜ。その時だった。え？何の音だ？うわあ！アヒル！ホタル！そんな寄生虫の目論見を理解した私たちはすぐさま行動を起こした。俊作先生、ナイスアイデアですな。アヒルとホタルとは、あのアヒルとホタルなら貝を大量に食べてくれますからね。それにあとは科学の力ですよ。それから長い年月が流れた。すごいお話でしょ。アヒルやホタル以外にも石灰を混ぜた水で貝の呼吸を止めたり、コンクリートの用水路を作って水流で貝を押し流して貝をどんどん駆除していったの。すごい！だから今この村では病気がないんだね。国も応援してくれたのよ。コンクリートの用水路を作るのに予算を出してくれたりね。さあ、お腹空いたでしょ。よかったら果物でも食べましょう。うん。今この村には美しい水があり、美味しい果物も育てられている。そんな未来を手にすることができたのであれば、我々と中さんの思いは無駄じゃなかったと思いたい。